うま。はい、おはこんばんにちは、ゼロゲンです。スプラトゥーンのフェスが始まっております。今回は、見ての通りコロイカですね。コロイカフェスですね。なんだっけな、コロコロコミックで連載中のスプラトゥーンとコラボしたフェスですね。今回は、王者 VS 挑戦者。もうこれ完全にエンペラーくんとゴーグルくんだね。絵がちょっとあれですけど、うん、結構これでもう公式でもこれだけ大きく取り上げたから、結構コロイカの認知度が一気に高まったんじゃないでしょうか。うわ、絵うまいね。あ、一応自分は挑戦者で参加しております。参加してるんですけどね、うん、参加してるんですけど、めっちゃ強いです、王者が、うん、王者側がなんかむちゃくちゃ強いんですよ。ここまでちょっとやってきたんですけど、正直ね、やばいっす。どっちに票が入ってるかというと、多分圧倒的に挑戦者の方が多いです。それだけはちょっと断言できるほど、うん、多分挑戦者の方が多いですね。なんだろう、挑戦者 VS 挑戦者ばっかしになるんですよ。うん、結局主人公のゴーグル君の方が人気があるという感じですね。まあ認知度の違いもあると思うんですけどね。で、最初はライダー君の格好でやってたんですけど、もう勝てないんで、本当に勝てないんで、ダイナも片手にやってたんですけど、ガチで強いんですよ、王者の方が。なんでちょっと今回はね、ザップ君に頼ろうかと思ってます。うん、ちょっとまあこれでいこうかな。はい、やっぱ孤高なる王者はそれだけ強いということですね。じゃあ行きましょう。はい、チャレンジャーバーサスチャレンジャーです。でしょうね。正直ですね、なんだろう、王者チームとだけの対戦だけを厳選してあげていこうとも思ったんですけど、そうするとね、本当に時間かかるんですよ。めちゃめちゃ時間かかるんですよ。おお、びっくりした、目の前にいた。目の前にいたわ。そもそも本当王者側とマッチングしないんで、ちょっとそれしてるとね、リスになったら終われんのって感じになっちゃうんで、正直ちょっとねきついっすね。あ、二人入れない。よし、チャージャーいるな。すげえ前に来るな、あのチャージャー。
まあでも結構今回押せ押せか、押せ押せかもしれない。チャー戦が最近怖い。3人うまい。あれだな、慎重に狙ってきたな。よし、行きましょう。私はね、いつでもね、チャレンジャーでありたいよ。王者とかね、そんなん無理なんですよ。無理というか、そういう器じゃないんでございますよ、私は。あぶね、いつまでたってもチャレンジャーでありたい、そう思う今日この頃です。おお、やばいやばい、これはまずいね。無理だね。最近ほんとチャージャーよく見かけるね。まあここまで押し込んでんなら大丈夫でしょう。すげえ前に来るな、あのチャージャー。正直今回の収録で一回王者と当たれば、王者チームと当たればいい具合くらいですよ、本当に。よし、じゃあ次行きましょう。おっと、来たミラクルゾーン。まあ相手は相変わらずチャレンジャーなんですけど、今回のねミラクルゾーンね、あのこれっす、これサーモンラインやってる人はよく見かけるこれですね。キャノンがついてます。キャノンね、正直縄張りにはちょっといらないと思うんですよね。ちょっとおー4発、ほら行け、ほら全弾発射、フルバースト。ちょっといろいろとね、ちょっとねキャノンがあるせいでね、いろいろと厳しいんですよね。あーんあーん、パトラッシュ。あとキャノンの中に入ってるとね、無敵なんですよ。無敵なのかな、わかんない。正直あの中に入ってるとなんかどうでもできないですよね。バレてる。今回のね、あれここ200ゾーンね、無駄に広くてね。お、後ろいんのか、後ろいんのか、危ねえ、後ろいたのか。これちょっとキャノン使いましょうか。サーモンランだけ十分だよな、このキャノンは。ちょっとこういう直接的なギミックはどうなんだろう。横だな。おナイス。おっと、びっくりした。無敵じゃなかったですね。まあやった時に自分が相手が敵、相手が敵じゃない。敵がキャノン入ってた時に、なんだろう、チャージャーとかで撃ったりしても効かなかったんで、てっきり無敵なのかと思ってたんだけど、そうじゃないのか。とこっから先は通行止めたぜ。まあ勝ったがないっすよ。もう王者チームと当たんないっすね、本当に。うん、
やっぱチャレンジャー多いな、ほんと。よし、次行きましょう。はい、来ましたよ、ついにチャンピオンチームの登場ですね。王者チームです。ほら来た。やっと来たよ。あ、ナイス。割とすぐに来てくれて助かった。ただ強えんすよ、本当に。王者チームマジ強、マジ強だからね。おお、びっくりした。挟まれ、これは挟まれ。あ、これまずい。うわ、やば。ダイナモ、ダイナモじゃねえ。ちょ、抜けろ抜けろ。あー、はいや。バリアブルか。で、相手チームのカラーは何だろう、黄色というか、なんかゴールドらしいんですよね、これ。うん、黄土色というか。でも言うてあまりゴールドには見えないよね。うわ、うっそ。うわ、マジか、これなんだこれ。金モデみたいな色だったらゴールドに見えるけど、これがちょっとゴールドには見えないよね。やば、これ強いな、ほんと、ほんと強い。うおー、マジかいな。多分ね、王者チーム選んでる人はね、多分自分は強いってね、多分自覚ある人なんだよね。だから、めっちゃ強い。そうそう、基本的にめっちゃ強い。じゃないとわざわざ王者チームとか選ばないよね、基本的に。やっぱり、うわ、やっぱ、うわ、やっぱやばい、これ無理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 。うわ、早いよ。うわー、やべえ。なんだこりゃ。そうそう、まだ負けてね、まだ負けたわけじゃない。チャレンジャーの力見せてやれよ。おう、そうだよ、いつだってチャレンジャーして、チャレンジャーするのが。うわー、うわー、これは、これはどうだ。うわ、汚い。これでもどうだろう。あー、負けたー。やっぱり強いんだよ。むちゃくちゃ強いんすよ、ほんとに。やばいな、自覚あるチャンピオンってやばいね。うん、まあ漫画のエンペラーもそんな感じだしな。やばい、強いわ。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。とりあえずカリスマぐらいまで頑張ろうかな。はい、というわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。